長賀竹の市長賀竹は、飛騨山脈にある標高2677メートルの山。常念山脈の稜線上、常念岳の南にあり、山体すべてが長野県に属する。中部山岳国立公園内にある。長槍の南に山頭三角点があり、長柄の頭が最高点である。1990年頃に、長賀竹の山頂は、前者から後者と解釈するように変わったとされている。山体はなだらかで、長が、池、妖精の池などの呼称が点在する。稜線は20稜線となっている。この20稜線が積雪に大きく関与するため、高山植物の分布に影響を与えている。山頂付近は森林限界の廃末帯で、ライチョウの生息地となっている。長賀竹山頂部の雪形美山門基調を絹笠荘1640年代の絵図に、長賀竹の山名の表記があった。5月下旬から6月上旬頃に、長賀竹山直下南側の稜線付近に白い羽の蝶の雪形が現れる。安曇野から見える、この雪形を農耕の目安としていた。山名の由来はこの雪形に由来している。また5月下旬頃に、長賀竹の三角点の付近の稜線付近に、黒い蝶の雪形が見られる。山岳写真家の田淵幸雄は、山の紋章、雪形で、この白い蝶を、美山門基調に例えた。各方面からの登山道が整備されていて、東側の三股からの長賀竹新道が最短ルートである。山の上部の登山道周辺では、大桜荘、車百合、衣笠荘、信濃金梅、陳車などの高山植物が見られる。山頂付近の稜線や、常念岳の北側の常念の越付近などでは、美山門基調、紅日陰などの高山蝶が飛び交っている。常念山脈縦走路、上高地川安曇野川山頂直下に北側には、山小屋の長賀竹ヒュッテと、そのキャンプ指定地があり、周辺の登山ルート上に、複数の山小屋がある。長賀竹ヒュッテと槍ヶ岳飛騨山脈南部の、常念山脈のほぼ中央部にある。長賀竹の三角点北側の小ピークの岩峰は、長槍と呼ばれている。西側に、あずさ川を挟んで遮るものがなく、穂高岳と槍ヶ岳の山並みを眺める絶好の展望台となっている。また、山頂付近からは、安曇野、浅間山、富士山、南アルプスなどを望むことができる。長賀竹から望む穂高岳以下の源流となる河川は、信濃川水系で、日本海へ流れる。長賀竹からの眺望を表示するには、右の表示をクリックしてください。ありがとうございます。